われたことがありまして、すごく困ったことがありましたので、まあ小学校の算数ぐらいはできるようになっててください。はい、あと7番目、就職活動はどうしていったらいいかっていうことなんですけれども、気になる法人さんや個人農家さんが見つかれば見学して体験をしていってほしいです。で、まあ、見学とか体験は、まあ、同じ日でもいいかと思います。で、体験の期間っていうのは法人さんによって違うので、まあ、その会社に聞いてもらうことが一番いいかと思います。まあ、短くて本当1日とか、まあ、2、3日でいいっていう方もいらっしゃいますし、長いと2週間ぐらいは来てもらわない